お姉さん、人を探すならエデンに行ってみてください。前にいた能力者のお兄さんから聞いただけなんです。お兄さんがここを離れたのもエデンが解放されたって聞いたからで、夢が現実になる場所だそうです。まるで神話みたいに。教えてしまったらお姉さんはここに戻らないかもしれない。僕たちを守ってくれなくなるかもしれない。でもお姉さんはすごく優しくしてくれました。僕たちのものを奪ったり、僕たちに何かを強要することもなかった。それどころか全力で僕たちを守ってくれた。お礼に差し出せるものもありません。だから知っていることを話そうと思ったんです。能力者のお姉さん、あのこれキノコスープなんだけど。
君が何をしようとしているかは分かっている。その選択について私が言いたいことは一つ、行かないで。これはただの録画だ。会話はできない。私たちが別れた時に私が言った言葉を思い出してほしい。あのファイルを君も見たはずだ。物事には適材適所というものがある。
同じ獲物を狙うハンター同士は仲間になどなり得ない。故意に両刃を作っておいて始末はつけないというのか。わざとサンドビーストを野放しにしたのか。回収せず封印せず融合もしない。戦利品を放置しておいて両刃を作っていたわけではないだと。能力者になってからサンドビーストの習性を誰にも教わらなかったのか。結晶石を使ったことがないのか。信じるかどうかはこの目で確かめてからだ。証明してみせろ。君の戦利品だ。
悔しい。ごめん、もう君を守れそうにない。君のことを君のそばにいられるといいな。